今週の格言。未来を予測する最良の方法は未来を作ることだ。ピーター・ドラッカー。現実主義勇者の王国最盛期。ハウアリアリストパーソナリティレディオザ・キングダム。原告ラジオ。原告ラジオをお聞きの聴者の皆さん、こんにちは。パーソナリティ相馬和也役小林雄介です。そして原告ラジオをお聞きの聴者の皆さん、こんにちは。もう一人のパーソナリティ、トモエ犬役香原萌です。そして今回は番組初のゲストの方がスタジオにいらっしゃっています。イエイイエイ。皆さんはご存知この方です。自己紹介お願いします。はい、原告ラジオをお聞きの聴者の皆さん、はじめまして。リーシア・エルフリーデン役水瀬いのりです。ようこそおいでくださいました。初のゲストなんですね。もちろんです。嬉しいです。ありがとうございます。初を祈り以外呼ぶわけがない。確かにな。曲がりなりにも広いんだ。はい。曲がりなりじゃない。なんで認めてこっち。可愛い子いっぱいいるんだもん。でも改めて、はい、あれだよね、俺さ、イノリンとは結構仕事してるイメージだけど、うん、そうだね。ラジオなんと初めて。そうなの。そうなんですか。そうなの。そうなんです。そうまさかまさか。もうね、取材とか対談とかも、もうどえらい数こなしてるんですけど。そうそう、2人でも多々やってるんですけど、うん、こうやってね、音声でラジオっていうのは実は初めてで、うん、びっくり。ちょっと新鮮な気持ちもありつつ、うん、まあでもね、よく喋る仲なので、うん、まあ安心感もありつつみたいな感じで。大丈夫かな。いやでも先輩後輩だもんね。そうです。萌ちゃんとね、ユーリンさん同じユーリンプロ所属ということで。でも2回もすでに放送してて、うん、はい、慣れましたか。ちょっとずつ。素直か。いやでも慣れてきてはいます。本当に。はい、すごいよね。先輩後輩でラジオができるなんて。うん、なかなかない機会ですよね。ほら、俺も、うんうん、正直同棲してるのか。そっか。 そこの2人も、うん、あの共演は初めてなの。共演は初めてだし、はい、萌ちゃんはラジオ自体が、はい、そうなんです。ラジオも初めてで。そうなんだ。全然なんかね、うん、もちろんその何、生放送やらせていただいたじゃないですか、うん、その時にも、はい、ものすごいお知らせコーナーとか読むがなんかすごい聞き取りやすくて、うん、だから全然大丈夫だ。私が初めてラジオやった時なんかもっとまたもっともっと悲惨だったので、すごいなと思いつつ、今日はゲストなのでちょっと甘えますね。もえちゃん頑張って。もえちゃん頑張りましょう。はい、はい、ではこの原告ラジオはですね、私たちパーソナリティが勇者としてリスナー聴者の皆さんとアニメ現実主義勇者の王国再建記について語っていこう、そしてちょっとだけ経済と経営に詳しくなろうというラジオです。うん、それではここからは原告の時間です。現実主義勇者の王国再生期、原告ラジオ第3幕、異世界内政ラジオ開幕です。現実主義勇者の王国再生期、原告ラジオ。この番組は原告制作委員会の提供でお送りいたします。エルフリーデン王国修法。こちらはいわゆる普通オタのコーナーです。聴者の皆さんからの普通のお便り、原作やアニメの感想、パーソナリティやゲストの方宛てのメッセージを紹介します。うん、今週の番組前半は水瀬さん宛てのお便りをご紹介しておしゃべりしていきます。はい、はい、ということで早速1通目ご紹介します。うんうん、原告ネーム奥良浜美希さんからいただきました。ありがとうございま す。小林さん、香原さん、そしてゲストの水瀬さん、こんにちは。こんにちは。原告アニメ1話見ました。リーシアちゃん予想通りに可愛かった。水瀬さんはリーシアちゃんの役作りの時どんなことを心がけて演じられましたか。わー、ありがとうございます。1話見てくれて、うん、ありがとうございます。リーシアの感想をいただけるなんてもう嬉しいです。もうドキドキの第1話だったので。本当に本当だよ。本当にもうハラ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 しながら私もオンエアを見たんですけども、うん、
あの、なんだろう、自分がアフレコ現場でお芝居してる時はむしろこう、なんだろうな、やりすぎちゃったかなぐらい、こうちょっと突っかかる部分とかね、相馬に対してのこう詰め寄り方が、これなんか視聴者の皆さんにこうピーキーピーキーしてるなみたいなこの姫ピー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 言ってると思われるんじゃないかってちょっと不安だったんですが、オンエアを見たら、こうなんだろう、世界観のこう音楽だったりとか、そのキャラクターの動きも相まって、あ、思っていたよりもこうマイルドに見えているし、マイルドに聞こえてるなと思って、それはね、もちろん受け手である相馬さんのお芝居もあると思うんですが、謙遜しないんだやばい、ちょっと当たりが強いぞごめんなさい、大丈夫、はい、なのでオンエアを見てちょっとこう、あ、これなら私のリーシアも皆さんに愛していただけるかなと、ちょっと自信にもつながった第1話だったので、演じる際にはなんかいわゆるこう、なんだろうな、アニメーションのキャラクターではあるんですけど、本当にこう純粋な感情表現をする女の子なので、わからないことがあるとちゃんとこう聞ける女の子だし、それをこうなんだ、分かったふりしないというか、じゃあどういうことってちゃんと真実を知ろうとする賢い女の子なので、そこら辺はなんかすごく視聴者の皆さんにも受け入れやすくなったらいいなという思いで、あんまりこう尖らず演じることは心がけております。はい、そうね。でもあんまりこうイノリンがさ、やっぱ可愛らしいキャラクターをやってるイメージがすごく強くて、こういう風に凛々しかったり凛とした、まあ、ちょっと大人っぽい女性をするイメージがなかったから、なんかそこで今までと違うアプローチみたいなのってなんか考えたりはしたの？実はね、なんかオーディションとかではこういうちょっと、まあ、なんだろうな、もうヒロインらしいヒロインみたいのはもちろん挑戦を過去にもいろいろしてきてはいたんだけど、どうしてもやっぱ自分の声の役割とか的にこう、なんだろう、そう、その決まったヒロインではなくて、ちょっとこう 2番手3番手先のこう、まあ、途中から出てくるキャラクターみたいなのにこう受かり安くって、あんまりだから作品の中でこう主人公と肩を並べるヒロインってあんまり実は経験がなくて多くないんですけど、だからこそそれでいてこう今回はなんだろう、精神年齢の高いキャラクターで頭身もすごく高かったので、そこはねすごく緊張しながらオーディションを受けて、また原作のねイラストを見ていただくと分かるんですけど、もっとね大人びて、ね、描かれていたりするので、ドキドキと思いながら受けたのをすごく覚えてますそう、だからいい意味でこうアニメーションではちょっとまたね、原作とはまた違ったような、マイルドさみたいのもイラストから感じ取っていただけると思うので、はい、リーシアとして頑張っております。うん、ね、俺もやっぱり掛け合ってて、やっぱりね、なんかすごく面白かった、なんか、ま、もちろんねリーシアとしてこうセリフを受けてはいるんだけど、なんか新しいイノリン聞いてる気がするっていうなんかちょこっとだけここになんか邪念があったりするなんか凛々しさと可愛らしさのバランスがちょうどよくて、可愛いなと思いながら私も見てました。ありがとう。なんかあれだよね、こう なんて言うんだろう、結構ギャグ調になったりとか、あわあわしたりとか取り乱したりっていうのが結構ある子だから、私も最初はこうクールで、なんだろう、まあ、武士っぽいというか、そんなイメージを持っていたんですけど、結構相馬と絡んでいったり、他のね女の子キャラがこれから出てきたりすると、ちょっとこうやきもちを焼いたりとか、なんかこう拗ねたりとか、そういう、なんだろう、普通の等身大の女の子らしさが出てくるのが、個人的には私としても、なんだろう、演じる際にすごいこう箸休めじゃないけどやっぱ常にこう毅然といるのってすごい大変だから、アリシアがこういう一面もあってすごく助けられたなというシーンは今後たくさんあります。注目してみてください。はい、まあ、それこそもうちょっと先の話になるけどさ、トモエも、3話から登場して、そうだね、結構すごい妹として可愛がったり、そうそうそう、めちゃくちゃ可愛がっているし、私自身もやっぱなんかこう、なんだろう、自分の位置的にもちょっとこう、ね、先輩ぶるのもちょっと違うんだけどやっぱなんか嬉しいわけですよ年下のこう後輩の女の子がこう現場にいるっていうのがもう嬉しくて、必要以上になんか大丈夫かなと思って、おせっかいおばさんみたいな本当になんか大丈夫かな、ちょっとしたこととかでも大丈夫みたいな、ね、これ使っていいよ接触を図ろうとするんですけど、いや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 、もうどう立ち回ったらいいか分からず、なんかとりあえずなんか経過を見守るっていういやでも声かけていただくだけでめちゃくちゃやっぱり安心感もあります。
し本当に本当に助かっております。いやいやいやごめんなさい気を使わせてからありがとうございます。いやいや、はい、すごいねほっこりするね見てるここ見てるだけでほっこりする私もこんな立場になったんだなって思いますよ。そうだ、ね、気づいたら俺たちも先輩になっちゃってるんだよ。そうなんです、もうあっという間だよこうなるまでもう分かんないことあったらバンバン聞いちゃって、ね、そうそう今のうちにそうそうそうそ う, そうもう全然親しみやすく接してもらった方が私たちも嬉しいしね、うん、なんかこう先輩だっていう感じにあんまりな、はい、難しいと思うんだけど、ね、ありがとうございます。そうそうそうぜひぜひたくさん話しましょう、うん、はい、うん、ぜひ。じゃあ続きまして、はい、原告ネーム、はい、みのしさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小林さん、香原さん、ゲストのみなせさん、こんばんは。こんばんは。原告第1話早速視聴しました。ありがとう。想像以上に現実主義で頭の切れる相馬と、うんうん、予告 PV ではプンプンしてばかりだったけど本編では結構落ち着いていたリーシア、うんうんうん、その他個性あるキャラ括弧全国王などがたくさん登場していてとても面白かったです、うんうん、そこで1話を見ての感想なのですが、みなせさん、みなせさんは自身のラジオや特番などでリーシアを演じるのか自分でいいのか的なことをおっしゃっていましたが、うんうんうん、個人的にめちゃくちゃマッチしていたと思いました。ありがとう、うん、というかリーシャを演じられるのはみなせさんしかいない。まだ1話しか見てないだろ、うん、しかもその後ちょっと笑いって感じそう思いましたよ。ありがとう。そしてオープニングのハローホライズンも最高でした。 ありがとうございます。そうね、うん、なんだろう、この俺たちさどっちかというと結構しっかりしたキャラクターたちでさ、うん、あの国王とか最初あたりとかすごいチャランポランしてるからなんか若干そこにでも相馬は引っ張られつつあったんだよ。あーそっか、そうリーシアがちゃんと締めてくれるなっていう、うんうん、いやそういう安心感はあったよな。全国王はもうね、癖しかないキャラだったけど、ね、でもあの国王だからリーシアちゃんはしっかりしてるのかもしれない、うん、そうだね、なんと素敵なフォローそしてねオープニングは今回イノリンが担当されるということで、うんうん、はい、そうなんです、うん、第1話でも流れておりましたが、はい、私のそうですね、ハローホライゼンという楽曲が今作のオープニングテーマとなっておりまして、うん、実は今日二人にも CD を、はい、いただきました。いただきましたありがとうございます、はい、渡しましたが、ぜひぜひね聴いてもらえたら、なんかこの楽曲、はい、結構その、まあ、皆さんも多分オープニングを通して聴いていただいたと二人も思うんですけど、うん、やっぱこう相馬というね、うん、こうまあ至って普通って言われてるけど、まあ至って普通よりはかなり頭の切れる高校生の相馬くんがこう異世界に召喚されてしまうっていう、うん、そのなんかあの現実がこう夢かどっちなのかっていう狭間みたいのをすごいイントロから表現した曲になってるので、うん、なんか作品が進むごとに歌詞の意味とかがもっともっとみんなに響く曲になると思うので、うん、ぜひ本編通してねたくさん聴いてほしいですね、うんはい、でジャケットもさ、うん、なんかすごくなんか違うね今までの感じとさそうなんですよ、今回結構なんていうのモノトーンというか、うん、あの色がない中で表現する力強さみたいのをちょっと頑張って挑戦をしまして、うん、いや結構ねドキドキの撮影でしたよ。やっぱりなんかあの なんだろう色がないからメイクとか、うん、あの萌ちゃんはねこう女の子同士だから多分わかると思うんだけど、はい、やっぱなんかリップとかチークとかなんかそういう色味にさ、はい、なんか女の子は助けられてる部分もあるじゃん男子はさそうそうそう自らの血色で頑張ってると思うんだけど女子はやっぱそのなんか潤いとかさこうグロスとかなんかこうリップのツヤ感みたいのでやっぱこう女子らしさを出したいんだけど、はい、それがこうモノトーンにより封じられた世界で、うん、撮影中とかはやっぱ想像もつかないですよね。そうだね、そうどんな風に自分が今映ってるのかも分かんない中でね頑張って撮影をして、うんうん、メイクさんたちがねすごいねあの私の下まつげをねこう2、3本を1本にまとめてあのマスカラで1本にしてくれてるそうそんなウケるかねいやなんかそう言われてみるとすごく本当だなって思う。そうでそれでこう目の力強さをね演出してくれたりとかすごいですよね。めちゃくちゃかっこいいです。そうだからちょっとまあ相馬のこう、うん、なんだろう置かれてる状況であったり、うん、この世界観にマッチするように頑張って作った曲なので、うん、ぜひ本編ともどもたくさん愛してください、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。ではこのあたりで、うん、はい以上番組前半は普通のお便りをご紹介するエルフリーデン王国週報でした。原作やアニメの感想、パーソナリティやゲストの方宛てのメッセージ投稿お願いします。
それではせっかくなので、うん、ここで一曲お届けしましょう、うん、はいはい、いのりさんから曲紹介お願いします。わかりました。それでは皆さんお聴きください。テレビアニメ現実主義勇者の王国再建記オープニングテーマ、水瀬いのりでハローホライズン。はい、アニメ現実主義勇者の王国再建記オープニングテーマ、水瀬いのりさんでハローホライズンをお届けしております。いかがでしょうか。はい、皆さん聞いていただいておりましたが、実際にちょっと歌詞カードとかもみんなが開けてくれて、ね、今見てるんですけど実はその歌詞カードがね、全部こうなんていうの、ブックレット化していなくて独立しているので、ちょっとマイフェイバリット水瀬いのりを表一に持ってこれるという仕様になっております。めっちゃいいですね。そう、いろんな水瀬さんが。そう、やっぱねCD のジャケ写を選ぶときってすごいやっぱ大変で、うん、やっぱこう1枚に決めなきゃいけないって頑張ってさ、そのもちろんなんだろう、いろんなスタッフさんがいろんな力を持って作ってくれた写真をたった1枚だけにするなんてできないよっていうことで、うん、あのアザーカット的な感じで、はいはい、実は CD のあの中をね開けてもらえると、歌詞カードの裏面がそれぞれまた違った写真になっていて、うん、ぜひともあの、まあ、日替わりであったりとか気持ち次第で今日はちょっと目を閉じたいのりちゃんをジャケ写にしようかなとかしていただくとできるという仕様になってる。あ、やってるやってる。マイフェイバリットです。目閉じいのりちゃんをじゃあぜひジャケ写にしてあげてください。はい、はい、そしてね、歌詞も、うん、あれもう収録全部終わってるってのは言ってるんだよね。うん、歌ってるよね。うんうんうん、そう、なんか終わったからこそ今これを見ると、あーなんかすごく腑に落ちるなって思う歌詞が、ね、相馬だからこそ思って、そうですよね。私ももうこの楽曲をレコーディングしてる時は常にやっぱりこの作品のキャラクターたちの行く末というか、これから何が起きてどんな風にキャラクターたちが心をこう通じ合わせていくのかっていうのを考えながら歌っていたので、うん、すごいやっぱいろんな気持ちになりながら歌っておりました、ね、うん、ということで、うん、こちらのオープニングテーマ、はい、ハローホライズンは現在好評発売中ですので、はいはい、皆さんぜひお手に取ってみてください。お願いします。現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ、原告ラジオ。ではここで原告制作委員会からのお知らせ。まずは放送配信情報。アニメ現実主義勇者の王国再建記は東京 MXBS11 では毎週土曜25時30分から、北海道テレビでは毎週月曜25時50分から放送中、アニマックスでは7月31日より毎週土曜20時30分から放送開始、また FOD で独占配信中です。続いて音楽情報です。私水瀬いのりが歌う現実主義勇者の王国再建記オープニングテーマハローホライズンは現在発売中。そして同じくエンディングテーマ、あいみさんのカザニアは7月28日水曜日発売です。どちらもチェックよろしくお願いします。続いてブルーレイ情報。原告のブルーレイボックスの発売が決定しています。発売日は10月13日水曜日、豪華特典に加え早期予約特典として原作土壌丸先生書き下ろし小説がついてきます。小説には2つのお話、
パルナム城の何気ない一日とパルナム小夜曲が収録されています。さらに小説の表紙はキャラクター原案の冬ゆき先生の書き下ろしです。ぜひお見逃しなく。続きまして原作小説コミックス情報です。原作小説現実主義勇者の王国再建記は15巻まで発売中です。コミックスは7巻まで発売中。こちらもぜひチェックしてください。ここからはグッズ情報です。フリュー株式会社フェネックスよりリーシア7分の1スケールフィギュアが受注開始。詳細はフェネックス公式ホームページをチェックしてください。原告のオリジナルブロマイドがローソンのマルチコピー機ローソンプリントで販売中です。第1弾はキービジュアルやティザービジュアルに加えて可愛いミニキャライラストなども登場しています。サイズは L 版と 2L 版の2種類。今後随時アニメの場面カットも追加になりますので、ぜひチェックをお願いします。ウェブショップキンクリ堂にて原告のアクリルスタンドが発売中です。リーシア、アイーシャ、ジュナ、トモエと台座がセットになった英語サイズアクリルスタンドセットです。詳しくはキンクリ堂ホームページをご確認ください。現在原告の作品公式応援アカウントが開設中です。白猫のミーナが原告の情報や日常を気ままにツイートしています。アカウントは原告アンダーバー PR です。ぜひフォローやリプライをしてみてくださいね。ということで以上原告制作委員会からのお知らせでした。現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ。原告ラジオ。さて番組後半は改革をテーマにした投稿コーナーです。今回のコーナーはこちら、現実主義庁舎の家庭再建記。こちらのコーナーでは家庭の節約術、我が家だけのローカルルールなど庁舎の皆様からの豆知識エピソードなどを募集紹介します。またこんなことでお財布がピンチなどのお悩みも同時に募集、パーソナリティが解決してくれるかもしれません。ほうほう今日はきっとイノリンが解決してくれます。私は財布の紐が固いからね。お、はい、これはためになるぞということで早速、はい、原告ネームイカ野郎さんからいただきました。ありがとうございま す。小林さん、香原さん、こんにちは。こんにちは。はい、家庭再建期ということですが、まさに家庭を再建したい私の悩みを聞いてください、うん、私は友人の前だと気が大きくなり、普段なら買わないようなものまで思わず買ってしまいます、うん、つい先日も一人だと絶対に手が出ない5万円のバッグを購入してしまい本当にこれを買うべきだったのか未だに自問自答しています。皆さんは買い物をした後になって後悔した経験もありますか？またどうすればこの悪癖を直すことができると思いますか？というなかなかに切実な5万円のバッグって結構ですよね。結構だよ、ねえ。しかも何、友達の前で見栄で買っちゃう気が大きくなって。でもいるな、私の友達にも。なんかそれをこうなんだろう、はい、一つのこう芸として見せるように、もうなんか迷ったものを全部カゴに入れるみたいな友達はいて、そうそうそう、うん、でなんか一括でみたいな言ってるけど本当にみたいな時あるからな。イノリの前で買うんだ。そう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 、 そうそうそう、めっちゃ買う友達いますね。萌えちゃんはある、こういう感覚。いや、ね、何にお金をこう使うみたいな、バッグ、それこそまあ化粧品とか洋服とか、うん、まあでもこうお友達と買い物とか行くと、うん、女の子同士だとあるあるかなとは思うんですけど、あの、え、めっちゃ可愛い、すごい似合ってるよみたいな、ね、言われるとやっぱおだてられ悪い気はしないので、あ、じゃあ変わっちゃおうかなみたいな感じで結構勢いで服を買っちゃったりとかは あとお揃いとかね。あ、そうですね、これ一緒になんかつけようよみたいになったらなんかもう買うしかない、買っちゃおうみたいになって、そうそうそう、でも実際多分一人でそれを見に行っても買わないんだわかる、ありますね、わかる。そう、なんかよくさ、うん、こうなんか迷ったら買う派と、うん、迷うってことは買わない派みたいな分かれるじゃないですか、うん、みんなはどっちですか？俺は買わない派。あ、いや、私も一人だったら買わないですね。私もそう、迷ったら、迷うってことは、うんうん、いらないなと思って買わない派なんだけど。そうだね、難しいね。なんかできるアドバイス、友人といると。でももうその友人にこのラジオを聞いてもらうしかないよ。止めてくださいって、ね、だったら自分の口で言える。確かに、ね、そこでも言えないかもしれないからさ、そっかそっか、なんとなく察して、
クイカ野郎さんのお友達さんがね、聞いて、でもこの5万円のバッグって結構ね、迷うとかもないんですかね、友達といると。だって5万円だよ。でもそんだけ高いものだったら、まあ、いいものであることに、まあ、確かにね。だし、なんかブランドのバッグとかね、そういうこう価値のあるものっていうのは時が経ってもね、そうですっていうのは確か。私もね、20歳の時に初めてそういう高い買い物っていうか、はい、カバンを自分に買って、うん、でも使い出したのは24の時からだった。なんか怖くて、そう、こんなバッグ持ってるよみたいな思われたらどうしようとか、そう、周りの目を気にしてね、ずっと眠らせてたんだけど、最近ようやく持っても恥ずかしくない年齢になったのかなみたいな。だから時が経って、もしかしたら買ってよかったなと思う日が来るかもしれないよね。そうだね、こういうものはね。ね、また数年経ってまた友達と会った時に未だに使ってるよみたいな、そういう、ね、そしたら物持ちいいタイプで、確かに素敵って思うのね。ね、なのでせっかくだから買ったものを好きになる、そうだね、はい、大切に使ってみよう。はい。はい、じゃあ続きまして、原告ネーム綿飴さんからいただきました。ありがとうございます。これは私が自宅や職場でやっていることなのですが、うん、コーヒー紅茶を抽出した後のカスや茶葉を冷蔵庫の消臭剤として再利用しています。すごい。すぐにゴミとして捨てることが多いものだと思いますが、うんうん、何か使い道がないかと調べた時に発見し、今ではコーヒー豆の方が市販のものより脱臭力も高い気がしている、とても重宝しています。うんうん、お二人はご自宅でコーヒーや紅茶は飲まれますか。すごい生活力だね。いや、まずこうカスを捨てるのもったいないって思うところがちょっと違うね。すごいね、ちゃんと豆知識です ね。これなんか調べてというよりか、その捨てるのがもったいないからたどり着いた答えなのかね。どっかで、あ、そういえばこれなんか再利用できるって知識があったのかね。多分こう、何回まで使っていいのかな、あ、もったいない精神から調べたら意外なことが、こんな再利用できるんだってあったのかもしれないけど。へー、すごい。でもこんな感じの節約術とかって持ってたりする、犬？全然ない。私はもう本当に全て使い切って、全てその日のうちに燃やしてしまいますね。それこそ料理とかもほとんど私、もうお母さんがしてくれてるので、全くそういう生活力がねないんですよ。本当にこう生きていけるのかな、この先って不安で。でもさ、ということはあまり浪費癖もないってこと？浪費癖もない。あ、そう、基本的にはなんか家族で共有して、自分がこうお仕事で頑張ったお金とかもみんなでなんかもう家族のお金みたいな感じだから、そう、なんかね、結構使う時にはこう家からお金がなくなるっていう意識があって、あ、そう、なんか家にお金がなくなるのはちょっと悲しいから我慢しようみたいので、結構ね、節約知らぬうちにしちゃってますね。あ、いいじゃない、それこそできることはできる人にやってもらって、あ、そうそうそう、家庭のもうお財布は全て私が管理する。でもなんかすごい亭主関白じゃない、なんか家のことはお前がやるみたいな。俺が稼いでやってんだからみたいな。そう、でもなんだろう、イノリンだったらありな気がする。どんなイメージだこれ。本当だよ。いや、でもね、そう、お財布事情をしっかり把握してるっていうのは、家庭にいる身としてはすごく大事な要素だと思うから、そうだね、それはある種の才だと俺は思うけどね。本当に、そうそう、どんな時もやっぱね、家からお金が減るっていうね、なんか安直な考えになっちゃって、なかなかなんだけど、なんかしたりする？そういう生活術みたいな。いやー、私もあんまり得意じゃない。いや、大丈夫だよ、ね、なんとかなるもの、なんとかなっちゃう。そう、故にやらないっていう。そうだね、なんとかならなくなるまで。一回なんか無人島とか行ったらさ、それただ私たちどうなっちゃうんだろうって思う、なんかドキドキ考えるんだよね。そうなるんですかね。ね、あんまりそういうこと言うと、この番組の企画でやらない。新しい才を発見できるかもみたいな、むちゃくちゃなこじつけされる。フォークリフトの才あったからね。そう、無人島の才授けられるかもしれない。無人島の才入れよう。絶対やんないからね、先に言っとくぞ。怖い。じゃあ以上で、はい、はい、今回は現実主義庁舎の家庭再建記をお届けしました。各コーナーへの投稿引き続きよろしくお願いします。現実主義勇者の王国再生記、原告ラジオ、原告ラジオ。さて、原告ラジオ第3幕、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
番組ではリスナー聴者の皆さんからのメールをお待ちしております。アニメの感想や出演者へのメッセージ、各コーナー宛ての投稿をお願いします。詳しくは番組ページの投稿フォームを参照してください。番組ではメールを読まれた方全員にラジオ番組ロゴのステッカーをプレゼントします。ステッカーを希望される方は投稿される際、投稿フォームのステッカー希望欄にはいをチェック入れてください。またお送り先の郵便番号、ご住所、連絡先の電話番号の記入をお忘れなく。原告ラジオはキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルにて配信中です。毎週金曜日正午配信、次回の配信は7月30日金曜日の正午となります。忘れないようにカレンダーにメモしておいてください。金曜お昼は原告ラジオ、チャンネル登録も忘れずに。最後にゲストのお知らせ、8月6日配信の第5回にはポンチョパナコッタ役の水中正明さんが遊びに来てくれます。どうぞお楽しみに。今後ゲストは決まり次第告知しますので、ツイッターアカウントをお持ちの方はアニメ現実主義勇者の王国再建記の公式アカウントをフォローしてチェックしてください。そして明日7月24日から順次アニメ現実主義勇者の王国再建記第4話触死動くが放送配信されるわけですが、はい、まさにだってそんなポンチョが、うんうん、ねえ、ね、大活躍ね、かいだし、トモエちゃんもね、そうそう、結構そうですね、この回はね、うんうん、キーになってますよね、うん、前回すごく気になる感じで終わってるので、うんうんうん、そうそうそう毎回思うけど引きがねすごいとこでうわまた来週なんかこれってなりますよね。ねえ、うん、トモエちゃんの一言でまたちょっと内政が動くし、うん、そうそうそう、そうでポンチョの働きでまた内政が動くし、そうなのよ、全部 ね国が動くっていう大事なターニングポイントになります、ね、そうです、はい、それぞれの才がね、うん、難なく発揮されますので、はい、ぜひチェックよろしくお願いします、はい。原告の公式ツイッターではオンエアに合わせた感想ツイートキャンペーンを実施します。第4話に合わせてハッシュタグ原告アニメ、ハッシュタグ第4話感想とつぶやいた方から抽選で5名様にオリジナルノベリティうちわをプレゼントします。詳しくは原告の公式ツイッターをご確認ください。アニメ現実主義勇者の王国再建記第4話お楽しみに。さて原告ラジオ第3幕、皆さんにのりさんをゲストにお迎えしてお届けしました、うん、いかがだったでしょうか。はい、あっという間のお時間で、ね、はい、すごいこの作品らしいラジオだったのでなんかすごい楽しかったです、うんうん、あーよかった、うん、ここでしか話さないようなテーマのもとそうねいろんな話ができた気がします、うん、まあ、ましてやね、うん、萌えちゃんなんかもなかなか現場では会う機会が、はい、そうなんですよ。そうだよね、アフレコの体制もね、はい、ちょっとまた変わってしまっていたからね、うんうんうん、そういう意味ではまたラジオにね人が来てくれることで、多分私だってね水中さんなんて本当すれ違ったことはこの作品ではね、そうそう、この作品の中ではそれぐらいやっぱこう共演しててもなかなかお話できないキャストの方々もいたので、うん、私もこのまま1月6日の配信も迎えたいぐらいなんですけどどうする、なんか水中くんに聞いておきたいこととか、めっちゃ無理、メモっときますよ。確かに、でもやっぱさ、パナコッタポンチョだからやっぱこう食のこだわりというかさ、なんか水中さんのことはあまりまだ知らないっていうこともあって、うん、まあでも水つながりなんで私、あ、本当だ中にいるか背にいるかそう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 、ね、そうそう、なのでなんかちょっとそんなゆかりもある私なのでちょっとなんかこう、うん、まあベタですけどね、はい、好きな食べ物であったりとか、うん、まあ、それこそ自分の自宅でのこうお料理されるんですかとか、そんな話をちょっと聞いてもらって、はい、私はその配信を聞いて、はい、あの勝手に水中さんを知るっていうOK、 いいね、ちょっとゲストさんに次のゲストへの質問をこれリレー化していこう。いいです、めっちゃいいね、メモしました、ありがとう、任せてください、ぜひ楽しみにしておりますはい、はい、ということで本当水中さん今回はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは現実主義勇者の王国再生期原告ラジオ第3幕はここまでです。お相手は相馬和也役小林雄介と、トモエイヌ役香原萌えと、リーシアエルフリーデン役水瀬祈りでした。第4幕に続く、来週の原告の時間をお楽しみに。現実主義勇者の王国再生期原告ラジオ、この番組は原告制作委員会の提供でお送りいたしました。